五代目、桂美木助は、落語家。東京都出身、落語協会所属。本名、小林康弘。母は、小林茂子で、母の父は三代目、桂美木助。母の弟に四代目、桂美木助がおり、いわゆる落語界のサラブレッドである。血筋の構成が、柳家家六と似ており、家六は、母の父が五代目、柳家子さん。 母の弟が六代目、柳屋子さん、そして両者とも本名が母方の小林生である。祖父の録音を聞いたことで落語家を志したが、祖父も叔父も他界していたために、叔父が所属していた、子さん一門ではなく、2003年に1一代目、金原邸馬生に入門した。前座名は、金原邸駒春。2006年11月、二つ目昇進。 祖父の全名、桂三木男を襲名。同月初めての独演会を開く。2008年より平成話し座に参加。2009年5月7日、内幸い町ホールにて、独演会を開く。新宿末広邸の2010年2月上席よるの部は、特別の芝居、三代目、四代目、桂三木助追前工業となる。三木男は二つ目でありながら、 食いつきという異例の位置に上がる。主任と中入りが日替わりとなっていることからも、この芝居は事実上の三木男の責任工業といえる。二千十七年九月に、竜帝小道、二代目古今帝信吾と共に、新内に昇進し、祖父とおじが名乗った、桂三木助を五代目として襲名した。二千十八年六月十五日、有楽町浅日ホールにて、襲名披露工業。 古典落語に専念している。また一門以外にほとんど稽古をつけなかったことで、知られた、立川男子が、晩年、芝浜、五冠さばきなどの稽古をつけた数少ない、落語家となった。2003年入門の同期、古今帝文菊、柳屋小八、三遊帝都金、霊霊社バルコ、本人、竜帝小道、古今帝信吾、古今帝小町、柳屋小平太、 柳谷進之助の10人で、店というユニットを組んでいた。2013年、金棒化粧品で製造を販売された美白化粧品でまだらに白くなる白斑様症状の被害者となった。春風亭一之助によると、趣味はモデルガンとアップルパイを焼くこと。2020年7月24日、ツイッターに、 浅草園芸ホールの看板猫ジロリが窓口でチケットを出す姿の写真を浅草園芸ホールは運が良いとジロリさんが受付でチケットくれますというコメント付きでアップしたところ7月末までにリツイート6万4000件いいねが25万件という反響を呼びジロリと共に取材を受けている小林茂子はコラムニストタレント5代目桂美希助の母 落語家、三代目、桂三木助の長女として、東京、田畑に生まれる。1984年より、実の弟である四代目、桂三木助のマネージャーを務めた。著書に三代目、四代目、桂三木助の思い出を綴った、エッセイ、生きてみよ、つまらないと思うけど、小学館。 2009年 ISBN978 から40億9387万8791がある。ありがとうございます。